こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。え、オーストラリアマゾン。アマゾンからメールが届いていて、え、あさって、2022年10月16日から、アマゾンに送る在庫の発送補充ワークフローが変更されますという通知が来てると思います。最近ね、FBA 納品のシステム変更があって、またその修正という形なんでね、えー、まあ、画面操作わかんないと。 いう場合も出てくるかと思いますので、その際は画面キャプチャーを撮ってね、お気軽にご質問ください。また結構ね、新しいシステムにすると不具合が出てきたり、あるいはね、納品設定に戸惑うことも多々あると思いますので、すでに商品は手元にあるという場合はね、明日15日中に納品設定を作った方が無難です。amazon から来てるメールはこういうね、タイトルのメールが来てまして、で、それで、 翻訳したな、直訳するとこんな感じなんですけど、まあ、結構ね、FBA の品のシステム変更、まあ、頻繁にしているというか、多分使いやすいように、使いやすいってのは、こっちが設定しやすいかどうかともかく、Amazon の方でね、間違いが少なくて、サポートが楽なように、ね、あるいはあの今、 アマゾンが進めてる、えー、人の手をできるだけね、えー、省いて納品をするというのにね、えー、使いやすいように変えてるんだと思いますんで、まあ、これがうまく作動すれば、納品スピードも、ね、受け取りスピードも速くなるのかなという期待を込めてね、まあちょっと、面倒な、頻繁なこのシステム変更にお付き合いしていただければと思います。また、確認、ご質問、お待ちしてます。アマゾン S サポーター、堀秀夫でした。